ピカピカありがとうございます。タコありがとうございます。おはよしみハートとピカピカありがとうございます。ちょっと忘れとった。うん大丈夫やね。ハートありがとうございます。全然違う違う違う、後で説明するわ、うん、ピカピカありがとうございます。あ、DMM 見たよ、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。ちょっと前髪する時間がなかったので、やりながらやります、やります。ハートありがとうございます。ピカピカありがとうございます。だるまありがとうございます。おはようございます。今日は火曜日です、うん、おはようありがとうございます。かわいいありがとうございますハートありがとうございます。目が似合う今日はすっぴんだけど、今朝も可愛いで、ありがとうございます。おはようございます。おはこんばんちは、ありがとうございます。おはよう、ありがとうございます。花束ありがとうございます。4月23日は出ないね、開かないと出れないのでね、チームの公演は開いた時にしか出ないのでなかなか難しいんですよ、うん、あのお互いがね、前髪しますハートありがとうございます。ピカピカありがとうございます。そう、トロフィーの役目をすらみますよ。尊いありがとうございます。かわいいありがとうございます。前髪が短くなってすっきりしました。普通にはなったけど、食べようと思ってキッチンペーパーを巻いてたんだけど、これあれだわ、よいしょよいしょよいしょ、なんかあまりうまくいかない今日。ちょっと今日遅かったね起きるの。なんかあんまうまくいかないうまくいかない日が。頑張れ前髪、前髪頑張れ。見えないメガネが邪魔だと思って撮ったら何も見えなくて余計にダメでした。メガネ頑張って、ありがとうございます。ハートありがとうございます。
気マイチンかな、今日関西はピカピカの晴れです。ちょっとなんかあれだね、たなき頑張れ、ありがとうございます。なんか一番いい経験あれだよね、健康は。ハートありがとうございます。頑張れシミ。トモヤ、復帰候補生の方がこんなメガネすって見てるかもしれないや、それは有識問題。コンタクト入れます。まあこれでも大丈夫だよっていうことで、入りました。おはようグルト、ありがとうございます。前髪コールしてくれてありがとうございます。前髪コール、おはよう。メガネ市民です、おはようです。だるまありがとうございます。すっぴんメガネ配信もありだなと思ってるかもしれない。全然大丈夫ですよ。あ、大阪夕方以降雨マーク。そうなんや、あらあらららスピン前髪配信もありだし、生活音配信も大丈夫ってことです。このあの電子レンジも大丈夫ってこと。ハートありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。ナンバラ申し込んだよ、ありがとうございます。嬉しい、待ってます。あ、コンタクトレンズ怖くてメガネ派。そうなんだ、多いですよね。でも私も最初は怖かったけど一瞬で慣れました。慣れたら全然、私的にはコンタクトの方が好き。コンタクトの方がなんかあの全視界がドイリになるっていうか、伝わりますかね、全視界がドイリになるんです。メガネだとふとした時にドなしの世界が見えるんですけど。でも目にはいいですよね、メガネの方が。負担としては分かんないけど、ちょっと詳しくない。ICL みたいなやつ、シークレットじゃないわ、なレーシック、それレーシックをやりたいなと思ってるけど。ゲームのハートありがとうございます。めっちゃ目の悪い人にとってあのレーシックは憧れませんね。羨ましいよね、目が悪くない人に。信号で止まったら目の前に巻くのがハッシュポテトの曰く。わ、頑張れ。朝のハッシュポテトはいいよね。私服朝しかないっけ、ハッシュポテトって。あ、夜もあるっけ、出たっけ。あれはね、 M はそうだ。ピカピカありがとうございます。10時半になったら聞いてきません。そうだっけ。ピカピカありがとうございます。あのメニュー変えますよ。コンタクト取るのに平均40分。あら。
あ、土なしが見える世界メガネ。遊びに来たよ、ありがとうございます。シークレットやばい。ハウェイの写真メガネシミンないな。ハウェイ行くときいつもコンタクト、もうずっとコンタクトだから。いつからコンタクトにしたっけ。あ、でも中学生からですね。そうだね、メガネデビューは小学校の5年生です、ね、そうなんだ、よく覚えてる ね、 目が悪いよね。子供の成長と子供が初めてしたことは親なら誰でも覚えてますよね、多分、ね、そうなんだ、覚えてるよね。歩き始めたのは1歳の誕生日です。それは知ってる。ちょうど1歳の誕生日ので、なんかどんどん何回か話したことあって、みんな集まってるところで、あれね、おめでとうって言った瞬間立ち上がって歩いて、ほんまやねん、なんか前髪の内側は切れてる気がするんですけど、気のせい、ほら前髪の内側めっちゃ短くなってるんだけど、空いてるのかな。あ、空いてるっぽいよ、その前髪。何やそれは。ピカピカありがとうございます。ベーシックでベーシックでホームシック陰を踏みたいだけ10時半までか。朝から牛丼大盛り、わー、いってらっしゃい。いいね、幸せや。ハートありがとうございます。ああ、メガネに戻ってきたんだ。おはようちよち、おはようございます。ピカピカありがとうございますね。ヨシミン情報豊富でした。ママハートありがとうございます。今日は火曜日です。早いね、1週間早いね。オートミールのパンケーキ蒸しパンでしょ。はい、作るよ。あ、うん、いい、じゃ今度で、次の今度でレシピ渡すから。だるまありがとうございます。なんか前髪うまくいかないって言ったらなんか JK みたいですね。目玉焼きは、目玉焼きは食べるけど冷めちゃうから出てくる。配信終わってから食べる。ちょっと待ってね、そういえば暗かった。あれ、いや、来ました。ハートありがとうございますね。そうそう、吉見の皆さんも私以上に何してたとか覚えてるんですよ。さすが、さすがです。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、健康診断だから、そこ話バリウム飲むのかな。頑張れ、つらね、桜がほぼ葉桜になりましたよね。ね、八重桜は昨日見ました。でも、うん、八重桜は確かちょっと遅いんだっけ、あっち、うん、そう、だから昨日八重桜見ました。綺麗だった。桜界隈、桜の種類の中だった八重桜が一番好きかも。なんか大きくて華やかで好きですね。まっすぐにします。だるまとハートありがとうございます。家で見ても八重桜そうです
三重桜じゃないです、八重です。八重なんで八重桜っていう名前なんだろう。桜はももこ派です。桜はももこさんね。あ、ケーキ食べれるし嬉しいよね、わかる。ケーキ食べれるよね。秋と咲く桜があるんだ京都に。へえ、紅葉とコラボする。へえ、そんな桜があるんだ。初耳だ、知らなかった。秋に咲く桜気になる。お、ゆしみは劇団で見たのが去年の4月15。そうなんだ。じゃあ出会って1年記念日だったんですね。昨日4月15は昼夜だったかな、確か去年初めての昼夜だった気がする。あ、そうそう、 DMM のリバイバルに上がってますね。私の初日と世代交代の初日もあるし、自分の初日もあるし、4月15もあったと思います。すごい、1年だ、素敵ね。バラありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、そういうことか、たくさん重なって咲くから八重っていうんだ。なるほど、なるほどね。へえ、松岡さくらさん。いいね、さくらさん。コーヒー飲んでない、さゆです、さゆ。だるまありがとうございます。あ、それはコスモス。コスモスとは別なのかな。秋桜でコスモスだけど、秋に咲く桜はまた別なのかな。コスモス全然違うお花ですね。ええ、してるけど、その言ってる花が、うん、違うと思う。オラオラジャンボ。違うか、オラセンキュー。わかるけど、オラだとさ、ありがとうになるのよな。オラは、知ってる知ってる。だからありがとうはなんだろうねと思って。ああ、ブレーノスなんじゃない。ああ、ほっぷんか、それ違う。あ、僕も4月15日、休み初日。そうなんや。あ、僕もなのかな。いっぱいいる。そうなんや。ハートありがとうございます。わ、オラ悟空だ、コメントかぶりだ。さすがです、よしみんの皆さん、恒例のコメントかぶり、さすがです。ボンジョールのはイタリアか、スペインの、スペインの、私もそうなんや。世代交代デビュー、すごい、皆さん来てたんだね、すごい。同じ公園に入ってたってすごいね。まあそうなんだけど。ピカピカありがとうございます。なんかボンジョルノって聞いたらパスタ食べたくなってきたね。パスタで言えば、昨日はね、糖質ゼロ麺使ってカルボナーラ風を作ってみました。美味しかったよ。味薄めだったけど美味しかった。また作ろうと思うぐらい。
仕事行ってらっしゃい。すごい全部セルフで行ってらっしゃい、行ってきます、チーン、いいとも。行ってらっしゃいです、頑張ってください、火曜日頑張ろう。皆さんもお仕事の方もお休みの方も今日も頑張りましょう。ハートありがとうございます。食べる？あ、うん、夜でいいよ。夜でいいの？うん、だってその夜食べるようじゃない。うん、あれね、お腹空いたよ。うん、そうそう、ナポリタンいいよね。パスタって結構幅広いよね、そう思えば。私はクリーム系が好きだけど、ケメダのナポリタンめっちゃ美味しいよ。ナポリタン日本開発ですね。うん、ケメダのナポリタン、ケメダのナポリタンはあのすごい量が多くて美味しかった、めっちゃ。で一番好きなのは、でもバジルも譲れない戦いなんですよね。バジルとクリーム系譲れない、同率1位ぐらい好き。ね、トップクラスに美味しいよね。美味しい。ね、逆写真詐欺って詐欺ってよく言いますよね。逆写真詐欺ってよく聞く、それ。ハートありがとうございます。写真よりも量が多いっていうね。めっちゃ多かったけどめっちゃ美味しかった。ハートありがとうございます。わあ、ワンコインのパスタ買い、ちょっと待って、めっちゃ買いか。おお、買い入れた。ワンコインのパスタがあるんだ、いいね。それはヘビロテしちゃう、ランチにぴったりですね。次回の GSTK が待ち遠しいね。次回は今週末です。もう今週と来週で終わりですね。今週は伝統文化を体現してきました。予告にあった通り、見てくれましたか。そういえば、JSTK 見てくれてますか。金曜日、毎週金曜日です。そう、太鼓とかね、なんたらなんたらいっぱいしました。あと2回、あ、でも生配信じゃないからね、何回でも見返してください。よし、みーんって。あ、見たよ、ありがとうございます。見るよ、ありがとうございます。レインボースターありがとうございます。わ、チーカーラーメンいいな。申し込み昨日から、私も行きたいけど大阪やから無理や。いいな。花粉多いの？花粉症じゃないからわからないんですけど、ヒノキ中心、花粉症の中でも花粉の種類が違うのかな。あ、来月 GSTK になりそうな書いてみます。ありがとうございます、めっちゃ見てくれて。嬉しい。桃谷公園ね、早速行ってくださってる方ってびっくりした。妊活早いね、桃谷公園めっちゃ広くて楽しかった。精神年齢30歳じゃないよ。GSTK、あのよしみありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ね、だるまさん転んで私もタッチするだけだと思ってたんですけど、逃げるとかいうルール初耳だった。レインボースターありがとうございます。詳しかったね、やみさんに。じゃんけん強い、そう、じゃんけん強いんですよ。じゃんけん強いけど、強いって思ってるけどあんまり勝つことないんだよね。人質事件の時は勝ったけど、自主構成とかいつも負けちゃうし、ギリギリで、あれ、あのお弁当じゃんけんも負けるし。だるまありがとうございます。
あ、今日の仕事後のご褒美にしちゃおう。わあ、嬉しい。頑張ってください、お仕事。俺のルールと違った。あ、そうなんや。俺のルールはどんなん。へえ、お、王さん、そうなんや。気をつけてください、花粉症の方は。ま、誰もありがとうございます。ハートありがとうございます。お弁当じゃんけん気合い入りそう。あんまりでも参加しないけど、私何でもいい派だから、なんか特別これっていうのがなければ余ったのでいいよって。ハートありがとうございます。女子高生ね、今度こそ勝ちたいな。いつもギリギリで負けちゃう。ハートありがとうございます。名前が違う。だるまさんが転んじゃなくて、ポンさんがへをこいた。へえ。ポンさん。ボンさんみたいな。ボンさん？いや、ボンさんって書いてる。あ、ボンさんか。あ、ボンボンだった。ちょっと文字がちっちゃくて見えなかったけど、ボンさんでした。ボンさんがへをこいた。へえ、そうなんだ。へえ。それはめっちゃ初耳だ。そうなんや。え、そうなんや。吉見町の吉見とホームページでじゃんけんできます。え、知らなかった。そうなんや。え、一応やりたい、後でやろう。吉見町のホームページで吉見とじゃんけんができるなんて、へえ、気になる。やってみよう。俺のところも行ってた？そうなんや。へえ、初耳や。出身が近いのかな？そうなんや。そういうのって割と地域によって変わってきますよね、そういう遊び系。あ、そうなんかな。うん。結構全国的かと思って。ちなみにママは山口の方でしたけど、坊さん、坊さんです。へえ。では壇上見したいと思います。朝からありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。火曜日あれも頑張ります。一日長いですが頑張ります、頑張ります。耐えます、頑張ろう。明日の配信はまたお知らせします。明日も朝かな、多分またお知らせします。でも頑張ってね、ありがとうございます。皆さんも頑張りましょう、一緒に。13位、アンケンさん、ありがとうございます。12位、ナブキチさん、ありがとうございます。11位、サカさん、ありがとうございます。10位、浦部さん、ありがとうございます。9位、マッサンさん、ありがとうございます。8位、ミョンさん、ありがとうございます。7位、ヤスさん、ありがとうございます。6位、平八さん、ありがとうございます。5位、ヨシ君、ありがとうございます。4位、ムーチョさん、ありがとうございます。そして3位は、てるるるるるるん、フッションさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位は、てるるるるるん、たまきさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位は、ドゥルル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 ルン、ヨンさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さんも朝からありがとうございました。今日も今日とって皆さん相変わらず吉見彩音アバターを着てくださってありがとうございます。嬉しい。あ、そろそろ、でもあれもできますね。まだ
皆さんとも一緒に考えたいと思ってるんですけど、この前のキャンペーンでもらったあのアバター券オリジナルアバター券もこの前届いて、あとショールームのアバターと、アバターももうすぐ2個増えるのでね、あと2ヶ月ぐらいしたらかな、わからないけど2個増えますので、それも楽しみにしてください。考えなきゃだ。それでは終わりたいと思います。朝からありがとうございました。今日もご飯もりもり食べて頑張りましょう。良い一日をお過ごしください。次の配信も来てくれるかな。またね、ありがとうございました。またね。